はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。推理魔法様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。この前4日にやったですね、北朝鮮拉致署名活動、来てくれたんだよね、推理魔法さん。暑くて大変でした。お手伝いありがとうございました。能登半島で、震度6強の地震発生。昨日ですね、車が飛び跳ねるぐらい揺れたそうで、現在人的被害を調査中。奇跡的に被害ないとええですな。やっぱ首都圏じゃないとニュースにもなりにくいっていうのがありまして、まあこれも情報格差なんでしょうけどね。5月5日 WHO3年前に出したコロナ緊急事態宣言を解除すると発表になっておりました。一般判断です。とっくにただの風邪だと分かってたろ、おせえよ。ウイルスがなくなったわけじゃないからな。いや、もう解除するとかしないとかどうでもええわ。最初から最後まで WHO の無能さを知らしめたウイルス。塩野義、WHO の言うことが当たった試しないし、何も頭を使う必要なく責任も取らない WHO の会長と。日本でもですね、5月8日から月曜日からですね、5類になってインフルエンザと同じ扱いになるようですけれども、そうすると治療費なんかも全額無償とか、入院でも全額無償とかにはならないみたいですけれども、10年後20年後笑い話になりそうな、ことがいろいろありましたね。マスク警察、ただし屈強な男には注意しない。まだ暗いうちからドラッグストア前にマスクを求めて並ぶ高齢者。10人から20人のチームを組んでマスクを買い漁り、ネットで高値で売る中国人グループ。我先にワクチン接種。豊島区ワクチン担当部長、ストレスのため埼玉県の公園で、下半身を露出し逮捕。聞くと思って、5回も同じワクチンを接種した70代男性。東京から帰省した人を街中で監視。中核派アジト全身者のガサ入れ前に体温を測られる所轄と校長。体温を測る全身者、おとなしく測られる所轄と校長、ありとあらゆるところにアクリル板、入店前のアルコール消毒はすっかり習慣化しましたが、あれも撤去されるんでしょうかね。店の負担も大きいだろうに、あれって無料で配られてんのかな今な、それとも自腹なのかな。今後大量のアクリル板の廃棄が見込まれるが、成形し直してリサイクルしやすいそうで、今後100年分ぐらいの需要を満たすぐらいあんじゃねえのかな。イオンとかのフードコートには数百枚、そこだけで数百枚、あるそうで。竹中平蔵、年金の受給開始を段階的に70歳に引き上げるべき。80歳90歳でも働くようになると。一般反応、黙れ奴隷商人。80歳を雇う会社ないけど、80になったら頭も体も動かんだろ。60歳でも掃除しかないぞ。年金払いたくなくなる。そんなに寿命が伸びるんかね。今まさにフランスがそれで暴動を起きてる。そんな年まで働きたくない安楽死を認めてくれと。大体が否定的な意見なんですけど、これ反感持った人しか書き込まないっていう特徴ありまして、兄ちゃんにはね。で、それもそうだなって納得してる人は書き込まないっていう特徴ありまして、アンチ側に傾きやすい、文句がある側の意見一色になりやすい。年金支給70歳は実は規定路線でして、以前ね、麻生財務大臣も高齢者の定義を見直す必要があるって発言しておりました。65歳以上、多分定年もですね、70歳に引き上げられるんでしょうね。定年が65歳のままで、年金は70歳からねって言ったら、5年間どうやって組んだよなんていうのがありますね。現在の定義は65歳以上が高齢者なんですけれども、これだともうすでにですね、日本の人口の4割が高齢者になってしまう。このまま65歳が高齢者だってなったら、5割っていうのもなっちゃうんじゃないのかな。年寄り扱いは嫌な元気な60代も多いんじゃないの。電車で席、譲られようとして、年寄り扱いすんなみたいなね。
30年前の65歳と現在の65歳では明らかに現在の方が元気元気なんではないでしょうか。美魔女なんつって、あの50歳でもお綺麗な方いますもんね。私はあの90歳まで働けたらむしろ嬉しいんですけどね。まあ条件さえ、整えば、爪動画によくありますよ。あの86歳ラーメン店店主とか、働かないとボケちゃうから言ってあの曲がった腰で、せっせせっせとチャーハン作ったり、労働イコール苦しみっていうのはですね、キリスト教の影響なんです実は。1秒でも時短、1円でも高い給料もらいたいっていう労働組合とか赤は神道の日本に合ってません。神道の日本では労働イコール苦しみではありません。なんせ最高神のアマテラスでさえ旗織りやってますもんね。天皇陛下ですら田植えやってますもんね。日本はむしろ労働道なんですよ。労働道、剣道、剣術の違いって皆さんお分かりでしょうか。剣術が技を磨くもんで、剣道っていうのは、剣の修練を通じて人生を見つめ直すみたいな、そういう意味があります。働くことに人生の意味を見出すつうかね、労働道ですから。日本は、ネットで議論、遺伝子で容姿、知能、運動神経はほぼ確定、努力は無意味。親ガチャの他にも友人ガチャ、教師ガチャ、上司ガチャ、隣人ガチャ、人生は運次第。これはあのテレビ番組でそんなことをあの言ってて、板が立ったみたいなんですけども、一般反応、これはしゃあないんや。 SNS で格差が可視化されちゃったから、まあまあ、他人の優雅な姿を見る機会も増えちゃって、絶望しちゃうっていう、機会も多くなっちゃったのかな。ジムと比べてな、今の若い子は賢いから見えちゃうんだろうな。努力で得られないなら努力せん方がコスパがいい。資質に加えて環境や努力も大事だぞ、大事だと思いますね。これにはですね、そうだよ、努力なんか無駄だよねって同意しといてですね、ライバルを蹴落としました。テスト前にですね、いやー俺全然勉強してないよっていうあれです。努力なんて無駄だよ、言いましょう。これはですね、組織票を持ってる公明とか共産がですね、一生懸命政治家なんか誰がやったって同じだよ、投票なんか無意味でっていうようなもんでして、まあダメ人間の特徴なんですけれども、他責、他力本願、異論を聞かない、自分を客観的に見れてない、努力を怠るための言い訳に全力、そして逆ギレ。私は決してですね、小西洋之の特徴を挙げたものではありません。他責、これ他人を責める、俺は悪くね、悪いのは誰だっていう戦犯探しに熱心ってね。他力本願、あれやってくれこれやってくれ、NHK でも大阪でもやってくれみたいなんですね。異論を聞かないは、まあ自分の意見以外認めないってやつですかね。こういうのを煮詰め、ダメ人間のエッセンスを煮詰めたような連中が立憲の議員、になる資格があるんですね。これ嘘をためらわないとかね、人生は親ガチャで決まる、努力は無駄イコール努力を怠るための言い訳に全力に該当しますね。まあこれ言い出してる時点でダメ人間っていうことだな。そうだそうだって言っておいて、自分はこっそり努力しましょう。そうしましょう。日本財団最新調査、10歳18歳の青少年、1万人に聞きました。大学まで無償化してほしい 40%、学費負担減れば親ガチャのですね、経済的影響がだいぶ減りますね。頭はいいんだけどお金稼ぐの上手じゃないって親、あんまりお金ないっていう親、親ガチャの影響が減る、一般反応、大学の学力下がるのでは、大学を設け、学力があって卒業できるならいいのでは、無償化は公立だけでいいぞ、私立は金持ちの
贅沢品として残すんだ。そもそも大学多すぎ、無償化してほしいですかって聞き方だったらほぼ 100% だったろうに、しょうもない名ばかりも含めて全大学が無償化したとするとですね、まあ分数の割り算ができない子も含め全員大卒、大学進学、大学の数が増えて文科省ウハウハ、天下り先増える、大学自体が公金中旬期間と変化、大卒激増で価値低下、大卒だからなんだってんだ、みんなそうだわってなる、大卒でコンビニバイトが普通のことに、これはやはり公立だけ無償化っていうのがいいんじゃないのかな、公立大学、国立大学試験3科目にしてくれよ。5科目全部まんべんなくできないと国立大学に入れないっていうのをやめてくれよ。私10位ですけれども、麻布大学という私立選んだんですね。30年前、はそんなに国立と私立の学費が開いてなくて、私漢文とか古文とか大の苦手で才能なくて、あとまあ臨床動物病院将来やんだったら麻布だよってその頃から評判だったんで入ったんですけれども、無料どころか給料もらえる防衛大と、防衛医大は優秀な子が集まってくるんだし、特に防衛医大なんか偏差値すげえことになってますよね、倍率もすごいしね、自慢なんですけど私の娘30万円、でついこの間結婚したんですけれども、私の娘、防衛大3年で中退しました。ちょっと腰おかしくしてね、今は看護師やってんですけれども、自慢じゃないですよ、自慢じゃ、その分の原資は今でも違憲の疑いが強い私学助成停止でお釣りが来るんだよ。憲法に書いてあるんだよね。学校に助成してはならない、私立学校に助成してはならない、違憲の疑いが今でも強い、私立学校助成、これやめたら国立大学無料にできんじゃないの、その代わり文系理系って3科目で受験できるようにしてくれよ。学費が高い私立大学は金持ちのブランド贅沢品として残すべきであります。女性を辞めたらもっと学費高くなんだろうけど、それがいいっていう金持ちいるから、慶応出てんのあんなに学費の高いところみたいな、親金持ちいいっていうブランド自慢として残せばいいね。大学受験50年史より大学の数、1920年100年前20校、50年201校、戦後すぐぐらいですかね、これね。1970年、382校。1970年は、実質税負担率 25% でした。今の半分ぐらい。1985年、バブル。460校。現在、781校。倍増してますね。大学生の数、1970年、134万人。85年、185万人。現在、262万人。これも倍増してますね。50年前よりね。子供は減ってんのに大学は増え続けるっておかしいだろ、それで留学生で補ってんのかっていう、大卒の価値も薄まる一方であります。これは文科省官僚の天下り需要があるから、増やしたい増やしたい、大学増やしたい文科省が、なんせね前川喜平貧困調査員がトップだった組織ですんで、今だけ俺だけ金だけが徹底してんでしょうね、文科省の官僚はね。前川自体がですね、天下り斡旋で辞職してるわけだしね。本のタイトル忘れちゃいましたけれども、大卒の価値は今後ますます低下していくっていう、いい大学出て大企業に就職したり、エリート官僚になることだけが成功の手段ではなくなった。絵が上手い、小説書ける、アナウンスが上手、声を売れるといった就職では全く評価されなかった才能がネットで売れる時代となった。一人フリーランスは今後どんどん増えていく。よって就職の手段としての大学の価値もどんどん低下していく。だそうです。今後こうなるっていう予測の本ね。なるほどな。東京じゃなかった東京新聞労働組合さん。頭おかしいです。今更ですけれども。憲法に縛られる総理が改憲の旗を振るのはそもそも憲法尊重擁護義務違反であり違憲。何言ってんだって話。憲法尊重擁護義務？そんなのあんの？
何それ、一般反応バーガ、総理が仕切らない誰が仕切んの。憲法尊重義務の中には改憲条項も含まれるはず。96条に改憲条項がある時点で誰でも改憲の主張は自由、改憲議論を拒否することは国会議員の職務を怠る忠実義務違反にあたる。変えたくない一心でまた変なこと。そう思うなら違憲訴訟したら、自分の価値観が全てと思うな無能と、冷静に冷徹に論破されてて笑っちゃいますね。こんなんだから部数減少に歯止めかかんないでしょうね。まあ一言で言うとバカだから、バカが書いたものなんか読む価値ねえよ。本当に総理が会見を仕切らないで誰が仕切んだ、バカじゃないのか。昔は良かった、ネットで即座に間違いや嘘を指摘されてしまうボコボコになることにゴミマスが窮屈に感じているようで、今年のですね自己申告による報道の自由さランキングでは世界68位、 G7 では最下位になったそうであります。一般反応、自己申告だし、あれだけやりたい放題なのにまだ不満か。国境なき記者団自体がゴミ、そうなんだ。記者クラブの情報独占を指摘されてるのに自分らに責任ないように書いてて草。メディア労組が立憲支持を公言できるほど自由なんだが、朝日や東京があれだけ嘘かけて三毛にも未だに放送できてるこの日本で、それ以上の自由ってなんだよ。まあ嘘をつかせろってことでしょうね。昔みたいに嘘をつかせろ、昔は良かった嘘をつき放題だったってことなのかな。日本のゴミマスの貧屈感窮屈感はもっと嘘つきたい、昔みたいに、ですかね。東京新聞労働組合の基地投稿が冷静に冷徹に論破されてて大笑いですよ。あんな謎理論をですねドヤ顔で書いちゃって、きっとさぞかし頭も悪いんだろうな東京新聞な。立憲の人材に小西や石垣並みの逸材現る。鎌田さゆり衆議、これ宮城県の区だそうであります。不法滞在イコール犯罪と認識されている方がまだまだ多いようですが、それは誤りです。はぁ、そもそも現代において不法滞在というワードは使われません。投稿しまして、一般反応です。日本語苦手なんですか。この人言ってることは大嘘です。騙されないください。不法なんだから普通に犯罪だろ。法律を理解できない人がなんで議員やってんですか。不法入国、在留資格喪失、期限切れ滞在、全部犯罪や。不法滞在は全世界共通で犯罪だが、法務省ホームページでも普通に不法滞在って言葉使ってますよ。嘘つかないでください。犯罪でないならなぜ罰金や懲役が課せられるのか。お前らには事実はどうでもいいもんな。事実、現実認識能力が著しく低いっていう特徴ありますよね、立憲の議員ってね。こんなバカで嘘つきでも衆議やってられるんだって感心しました。私は多様性に富んでますね、日本は。瞬時にボロクソに論破されて笑いましたけど、池上彰もですね、無実の不法滞在者とか言ってて、不法滞在の時点で犯罪者だろって炎上してましたけれども、不法滞在は犯罪ではないっていうのがパヨの共通認識なんでしょうか。本当に多様性がない連中ですね。バカですし、立憲はですね、外国人のためにばっか働いて、有権者イコール日本人のために働かないから支持率上がんないんですよ。下がりっぱなしなんですよ。まあいいです、態度改めなくてもそのまま消え去ってください、いう感じでありますけれども、というわけで、メール党員さんっていうのは労働に関して世界の国と日本以外の国と日本では考え方に違いがあるっていうのをだから労働組合が要求するような1円でも高く1円でも楽に休み増やせっていうのは実は日本人に合ってない、キリスト教の影響だというのをですね覚えてってもらってですね、ためになりますね靴沢の配信は、と自画自賛してですね、メール党員、さん募集しております。
メール党員に なって、もらいまして、日本改革党をご支援ください。動画説明欄もっと見るからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。